国民民主党の元参議院議員矢田稚子さんが9月に総理補佐官に異例の抜擢をされました。その矢田総理補佐官がテレビ朝日の単独インタビューに答えました。ノーカットでお伝えします。私をですね、賃金と雇用の担当として補佐官につけられたということは、今までの延長の政策ではなくて、やっぱり働く人たち、勤労者の意見も現実感を持って聞きたいんだと。多分私のような、高卒でヤングケアラーで子育てして介護もしてきましたというような人は圧倒的なマイノリティなんですよね。でも世の中には私のような人の方が多分多いんだろうなと思うんです。やっぱり日本全体をもう一回盛り上げていくためにも、今までやっていないことも含めてありとあらゆる有効になるだろうなという施策には手を打っていくべきだと思っているんですね。だからそういう視点でまたご進言できればなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。子育てしながら、働く女性の大先輩ということで、本日はとても楽しみにしておりました。よろしくお願いします。まず矢田稚子さんについて、簡単にご紹介させていただきますと、大阪のご出身で、高校卒業後にパナソニックに入社されて、その後電気メーカーの労働組合で作る電気連合の組織内候補として、参議院議員を6年間、その際には国民民主党の副代表も務められたということで、そうした野党議員として政権をこう突き上げていくという立場から、この9月に内閣総理大臣補佐官に抜擢されて、岸田総理に対して直接アドバイスしたり、意思決定にも関わったりする側へと、ある意味でこう180度変わられたと思うんですけれども、官邸に入られて間もなく2ヶ月ということ で、 率直にいかがですか。これまでは表舞台で仕事をしてきたという認識がありますが、これからは官邸の中に入ってですね、いわゆる裏舞台で仕事をしていくというふうに認識をしています。プロセスで言えばですね、より川上で課題を把握することができるので、そこに対して、これはちょっと問題なんじゃないですかということでですね、課題を提起していくことで、変えていくことができる、源流でやはりその課題をきちっと把握していくことのその重要性を感じているということですね。それとその、賃上げというのは今日本の市場命題で、私は賃金雇用の担当になったわけですけれども、それに対してやっぱり総理がその担当を置いたということは、やっぱり現場のその働く人の意見を求めているんだなということを今すごく実感しているんですよね。ですから連合とかはね、元よりもその勤労者のやっぱ課題意識をきちっと課題提起していきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。岸田総理の印象っていうのは、実際官邸で働かれて変わりましたか。もう変わりましたね。やっぱ野党として外から見ていた総理と実際中に入ってみて、間近でお話しさせていただくとですね、何よりもやっぱ賃上げに対する熱い思い、この日本にある今のこの社会を、の課題を変えていきたいというね、そういう熱いこうなんか情熱みたいなものをものすごく感じるんですよね。思いもやっぱり深いし、多少批判あっても、自分がその思い描く道に向かってしっかり進んでいきたいという、そういう力強さを感じますよね。ちょっと批判あってもということなんですけれども、ANN の世論調査なんですけれども、政権の支持率というのが今年の4月からですね、ちょっと低下の一途をたどっていて、最新の調査だと、政権発足後最低の 26.9% に落ち込みました。各社の調査でも同じような傾向だとは思うんですけれども、官邸内の雰囲気っていうのは、ちょっと支持率下がっている中でどういう感じですか。そうですね、官邸の内の雰囲気というよりは、やっぱりその多少支持率が下がっても、今本当に日本社会に顕在している課題に対して真摯に向き合って、多少抵抗感があったり、多少痛みを伴ってもしんどくても、やっぱり辛いことでも発信をしながらね、変えていかなくちゃいけないという、そういう覚悟みたいなものは感じますよね。やっぱり改革するときに多少の痛みは伴うし、それを少し支持率を気にしながらね、柔らかい表現をしたりとか、国民に対して優しいメッセージをこう出すことを選ぶよりも、多少痛みを伴っても今ある課題をきちっと明示をした、皆さんに提示をして変えていくんだというね、
まあ、強い意識でもって望まれているなというそういう感じがします、うんうん、所得税の減税について、うんうん、最近の経済対策で、はい、打ち出されたものにちょっと伺いたいんですけれども、はい、ある意味こう、うん、役所の反対だったりを押し切ってこう、うんうん、所得税減税というのことを打ち出したにもかかわらず、うんうん、まあ、国民にあまり理解されてないということに、まあ、記者さんとしてはフラストレーションとかもあるのかなとかちょっと思うんですけれども、うんうん、矢田さん、この賃上げ雇用の担当ということに、うん、まあ、関わると思うんですけれども、今回のこの政策はどのように受け止めてますか。気づきの通り、まあ、賃金上がったといってもですね、名目で 3.58% ということなので、物価が上がって追いついていなくて、実質賃金は17ヶ月連続目減りしてるわけですよね、うん、それよりも何よりもサラリーマン、働く人がね、本当に手元に残る可処分所得が上がっているという実感があるのかどうか、これが極めて大事だと私も思うんです、まあ、そういう意味においてはね、やっぱりその安心感を与えるためにも、まあ、所得税をやっぱりきちっと減税をしていくという発信をされたということは、まあ、最終的な目的である消費を喚起して経済を上向かせるということにおいては私は有効だと思うんです。ただちょっと残念ながら、もうマスコミの報道がどうしても1人4万円とかこう数字ばっかりがですね、踊ってというか先行してしまって、うん、こう真意が伝わっているのかなというところが少し残念だなというふうに思ってます、うん、はい、賃上げがこう、うん、物価の高騰に追いつくまでということで、まあ、はい、1年間で一応やりましょうという方針だと思うんですけれども、うんうん、はい、この中小企業の賃上げまで含めると、こう1年間っていう期間に関してはどういうふうにお考えですか。うん、まあ、最終的な目的は先ほども申し上げた通り、手元にお金が、ね、あって、消費に回そう、使ってみようかという気持ちになるということなので、うん、まあ、1年を見据えてね、それから先、まあ、これ実質的には物価が抑えられてですね、実質賃金が上向くであろうという予測が今立てられているわけですよ、うん、だからそれを見据えて、まあ、1年ということでまずは打ち出しをしているわけですけれども、うん、まあ、今後の動向を見据えた、まあ、政策検討も必要になるのかなとは思いますよね、うん、はい、ありがとうございます、うん、ちょっとその賃上げと関連してなんですけれども、はい、先ほど公明党の山口代表がですね、はい、賃上げの実現に向けて労働団体、経済界の代表者と話し合う、うん、政労使の会議が月内、まあ、11月中にも開催される方向だというふうにおっしゃっていて、物価高に負けない賃上げを実現するための流れを作るためにも、その政労使の場を活用すべきだというふうに期待感が示されているんですけれども、矢田さんとしてこの政労使会議というものについてどのようにお考えですか。うん、はい、まあ、去年のですね、3月に8年ぶりに開催されたということをお聞きをしています。ただ私は実際労働現場で交渉もしてきたそういう経験からすれば、まあ、3月にやってもですね、ある程度もう決まってからの開催なので、うん、いや遅いんじゃないかなというふうに思ってきたんですよね、うん、まあ、そういう意味では、まあ、連合も今年来年に向けて 5% の賃上げ方向性を示しましたし、連合が決まり、今度各産別のこの賃上げ方針が決まっていくという今段階ですので、まあ、やっぱりより早い段階でね、意識合わせをしておくというのは大変重要なことだと思いますよ、うん、はい、3月じゃなくてやっぱりできれば年内とか、もっと、はい、早くにならないと、月内とかにやった方がいいはいいですね、はい、うん、なるほど、分かりました、はい、でその岸田政権最大のテーマであるこう賃上げですね、うん、の実現のためにもこう今、うん、連合との関係性を岸田総理はかなり近くなっていると思うんですけれども、うんうん、はい、今後のこう連合と政権 の、 関係性ですね、どうあるべきだと矢田さんとしては思いになりますか。はい、まあ、私をですね、賃金と雇用の担当として補佐官につけられたということは、まあ、今までの延長の政策ではなくて、うん、やっぱり働く人たち、勤労者の意見も現実感を持って聞きたいんだということの私は現れたと思っているんですね。そういう意味においては、当然経団連なり経営者側なりのご意見も大事だけれども、うん、まあ、その延長でずっとこの30年来てですね、やっぱりそれだけでは経済の再生というか上向かせることができなかったわけだし、うん、賃金がこの下がり続けている現状にあることは事実なので、まあ、そこに限界もあって、勤労者の意識をしっかり汲み取っていきましょうということについては、うん、ありがたいと思いますし、私も長く働いてきた立場からしても、うん、なのでこう労働者の代表である矢田さんとしてこうできることもやっぱりあるかなという感じです。そうですね、やっぱり今まで政権というか総理も含めて伝わっていなかったことを、勤労者が現場で現実的に何を感じているのか、どういうことが課題だと思っているのか、やっぱ細かいこともあるわけですけど、そこまでは伝わらないわけです。
だから咀嚼してそれを伝えていくのが自分の役割なんだろうなというふうに思ってます、うんうん、はい、ちょっとこれ話ずれますけれども、はい、あの矢田さんのご出身の政党であるあの、うん、国民民主党の、うん、あの玉木代表の玉木チャンネルですね、はい、私たまにチェックしてるんですけれども、あ、そうですね、はい、あの、まあ、最近アップされた動画を見ていたら、うん、あのまさにこうせっかく所得税の減税したのになぜ国民に受けないのかっていうようなことを解説されていて、はい、で結論としては岸田総理が支持率を上げる方法は、うん、私の話を聞くことですというふうにおっしゃっていました、はい、で、まあ、実際にこう官邸の幹部取材していても、うん、あの9月の経済対策の、はい、あの何を打ち出すかという時に、うん、こう玉木代表のこうチャンネルとかも行った上で分析して検討されたっていうふうに話を聞いたことがあるんですけれども、かなりこう政策面では似たところもあると思うんですけれども、こう国民民主党とのまあ連携、まあさらには連立だったりっていうのは今後あり得ると思います。いや、どうですかね。まあ、あの国民民主党で確かにあの働かせていただいた経験から言えば、あのそこでやってきたその政策が確かに政権の中でも一部採用されているというか、その延長にあるというか、すごく似通ってるなと思うことも多くあるんですよね。賃金上げたいっていうのもですね、もう何年前かな、自分が参議院やってるね頃からずっと国民民主党を掲げてきましたので、そういう部分は感じはしますけれども、だからといってそれから先の政権云々というのはちょっと私は今特別国家公務員の立場から言えば感知していないというか、それはもうお外の方が考えられることなんだろうなとは思いますよね。わかりました、はい、でちょっと所得税について話を戻させていただくと、はい、まあ、今のようなこう物価の上昇だったり、うん、こう賃上げっていう局面においては、うん、こう今のこう累進課税制度自体に問題がないのかなというふうにちょっと思うんですけれども、うんうんうん、今こう 5%、10%、20%、23%、うんうん、33%ですね、はい、こうガンガンガンと上がっていくんですけれども、ね、はい、この今後こう2027年度にはこう防衛費をあの GDP の 2% に達するように増額するということで、まあその際にこう所得税 の、 あの増税というのも予定されていますよね。まあ それに向けてこう所得税の制度改革だったりという必要性はどのようにお考えですか。そうですね、あのおっしゃった通り、あの所得税というのはいわゆるラダー方式、段階になっているわけなので階段方式ですよね。いきなり上がるんですよ、5、10、10、20とね、うん、だからその狭間にいる人たちがたったその、 あの1000円なりの違いでガンと税率が上がって、多少賃金が上がってもその税金が上がることに追いついてなくて手取りが結局減ってしまうという、うん、まあ、そういう矛盾は生じているわけですね、うん、他にもちょっとプラスアルファで言うと、サラリーマンだけにこのいろいろと課税される、例えばあの単身赴任今増えてますけど、単身赴任手当、それから単身赴任の人が家に帰る時の帰宅交通費、うん、こんなのも会社の福祉として支給されているにもかかわらず、それも総合的に合算されていわゆる課税対象になっていくと、こういう矛盾もあるわけですよ。したがってまずラダー方式をもっと今デジタルの時代ですからなだらかなものにできないのか、その1円の違いでガンと上がるということはね、やっぱり避けなければいけないし、かつやっぱりサラリーマンの身入りを増やす課税、可処分所得を上げるということに少し注力をしないと、消費がやっぱりまあ冷めている状況の中からあのもっと使おうという気持ちにならないので、うん、そこに少しあの観点を置いた改革というのは必要だというふうに思いますよね。なかなか自分の所得がいくらになるのかってこう事前にわからないので、こうなんて上がるタイミングがわからないですよね。そうですよね。過去だから95年までその賃金があの普通に上がっていた時代においてはですね、うん、その賃金の上がり幅と課税の上がり幅のこの差で手取りが減らないように、ブラケットクリープ現象というんですが、うん、これに対処するため の、 あの課税調整というのは実際行われてたんですよ、うん、ですから30年ぶりのこの賃上げでね、それ忘れてませんかということは思いますよね。それもでも税制改正にはなるわけですかね。そうですよ ね、 ね、税制改正そんな観点からも考えなくちゃいけないと思いますし、うん、まあ、あと防衛費の増税については、うん、まあ、まだね、あのそういうふうなことで所得税とタバコ税、うん、法人税含めてということですけれども、うん、まだどうなるかちょっとわからないことですし、ただ私はあの岸田総理が最初当初言われていたあの分厚い中間層の復活ということで考えて、もう少し検討を進められた方がいいのかなというふうに思いますよね、うん、はい。
ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあ次年収の壁についてお伺いしたいんですけれども、うん、この勤務先 の会社の規模にはよりますけれども、うん、106万円130万円年収を超えると、うん、社会保険料の負担が発生して、うん、まあ、一旦手取りが減ってしまうという問題でして、うん、まあ、賃上げをするとさらにこう壁に達するまで の、うん、労働時間が短くなってしまってさらに働き手不足という、まあ、悪循環に陥ってしまうということで、まあ、岸田総理としてここに着手されたということで、うんうん、まあ、この取り組み自体すごい評価できると思うんですけれども、はい、ただまあやっぱりこう応急措置だったり微方策といえばそうだと思うんですよね、うん、でまあさらにこうこれ以外にも扶養家族 の、 うん、範囲にとどめるための103万円の壁というのもありますよね、うん、はい、だからやっぱりこう本質としてはこの年金制度に問題があるのかなというふうに思うんですけれども、うん、はい、いかがでしょうか。ね、今回のこの壁の改革っていうのはですね、まあ、本来であれば働く女性の自立に向けた支援するそういうメッセージだというふうに私は受け止めているんです。したがって、まあ、ご存知だと思いますが雇用期間均等法ができて同じというかほぼ同年時にこの、うん、第3号被保険者なりの制度ができてですね、働くことによってこの壁の中にいればあたかもその保険料を支払わなくて済むのでお得ですよというような、そういう誘導がこの30年間行われてきたんじゃないかなと思うんです、うん、その第3号被保険者ということをちょっと確認すると、会社員に扶養された配偶者だけがこう、はい、優遇される措置ということですね。そうですよね、公務員、うん、サラリーマンに扶養されている方は優遇されますと、うん、でも自営業とか農業漁業とか、うん、第一次産業の方々はその特例免除みたいな措置がないわけですよ、うん、ここで不公平だというふうな声も上がる中で、うん、まあ、2年後の、ね、年金改革についても今ちょうど論議がなされていますので、うん、まあ、それをしっかり見守っていきたいと思いますし、うん、まあ、何より今回はとにかくこの106万130万の壁の中で働いていることがいかにもお得なんだよというね、そういう固定概念を覆して、本来であればそこを飛び越えて働くことによって当然手取りも増えるし、まあ、最賃上がってきてますからね、なんか無理やりその上がってきてるのを就労調整しなくとも手取りを増やしていき、かつですよ、社会保険に自ら個人として入る権利、これをもう一回復活することができるわけですよ、うん、誰かの保険の中に自分も入れてもらってね、年金もあなたいくらもらえるのと言いながら私いくらやろうとこう人の覗き見ることなく自分の年金として手にすることができる、うん、働けば働くほど厚生年金は増えていくわけですよね、うん、かつ健康保険もそうですよね、うん、誰かの補助の中の健康保険、家族の健康保険じゃなく自分が入ることによって傷病給付金だとか、まあ、産前産後のいわゆる、休暇って私たち言ってますけど、うん、この休暇って言ってるのは結局支援金があるからこそ休暇であって今まではないわけですよね、うん、でもそういう方々にも、自分が自立して働くことによってそういう出産一時金じゃなく出産給付金というものが支援金がもらえるようになる、うん、こういうね、実はメリットもたくさんあるわけです。そのメリット感が皆さんに伝わっていないので、うん、そこを伝えていく、しっかり伝えていくこともものすごく大事なことだなと思いますよね。うん、そうですね、はい、マイナスだけじゃないよってことですよね、うん、払うことになるのは、うんうんうん、はい、そうですよね。この先ほどおっしゃいましたこう2年後2025年にはこう、はい、年金制度改革があるということで、うん、はい、ってなるとやっぱり来年ぐらいがこう議論の山にはなってくるんですかね、うん、そうですよね、もう2年後ということは来年の、そうですよね、もう夏から秋にかけて、うん、ある程度方向性を決めていかなければならないフェーズに入るんだと思いますよね、うん、ですからそこについてやっぱり介護とか育児とかそれから障害を抱えるとかそういう方々はじゃあどうするのかっていうこともね含めてセットで何らかの特別策を考えるなりね、そういうことも含めた論議が必要なんだろうなと思いますよね。うん、うん、矢田さん自身もこう動かれる、はい、私も個人の思いはありますので、はい、個人の思いについてはまた皆さんと協力したいなと思います、はい、ありがとうございます。年末までにあれですかね、支援金制度についての構築をということで、そうそう、子ども子育ては方向性が決まったものの、うん、やっぱり財源の問題が一番大きいんですよね、うん、どこから取ってくるのっていうことだと思うんです。でやっぱりこれもマイナスの報道というかね、マイナスをイメージさせるような報道が先行しているなというふうに思っていて、まあ支援金、一体また社会保険料からいくら取られるのという心配とか、まあ、いわゆる高校生の扶養控除を縮小されると、
これ過去63万でしたからね、で38万に今減ってるの、また縮小って手取り減るやんかということですよね、うん、ですからそういう少し不安を煽ると言ったら失礼ですけど、そういう報道が先行していますけれども、まだこれからなんですよね、論議そのものは。だから先ほども申し上げた通り、一番ね消費が大きく期待される子育て世代の手取り額をやっぱり増やさなくちゃいけないはずで、減らしてはならないと思ってるんです。それは究極の目的である消費喚起、経済再生につながるからです。だからそこを踏まえた上での政策を私なりにも進言していきたいなというふうに思ってます、うん、今これも小中学生のところはあれですよね、うん、今その扶養控除なくなっちゃってるんですよね、うん、小中どころか0から15までの年収扶養控除は今ないわけですよね、うん、給付があるところにはないってことになっちゃってるわけですよね。だからそこをどうバランス取るかっていうのを考えないといけないってことですよね。バランスを取るのがそのこちらのね児童手当をつけるから年収扶養控除ない方に合わせるんではなくて逆ですよね、うん、異次元、異なる次元の対策なのであれば、その高校生の今ある方のところに年収扶養控除を復活させて合わせていくということの方が、先ほども申し上げた手取りを増やす上ではものすごく当然有効なわけですよね、うん、ですからその真の目的をこうきちっと見据えた上での政策を提案していきたいなということですね、うん、これは年末までに結論が出てくるということですかね、うん、年末までには 出ないんですかね税制の改革まで含めれば少し検討の軸足は長くなると思いますし、うん、とにかくここは少子化対策にも、そして賃上げというところにもね、すごく関連する、二重に関連するところなので、私もこだわって取り組みたいなと思ってます。以前にこう他のインタビューなんかでもこう異分子だというふうに官邸の中で私は異分子ですっておっしゃったと思うんですけれども、はい、その背景には どういったことがあってこう異分子だとお感じになられますか、うん、もう官邸の中は想像していただいたら分かる通り、やっぱりこうすごく限られた空間の中に、まあ、黒ずくめのって失礼ですけど、まあね、スーツを着た男性たちが中心、高学歴のエリートの方々が多くいらっしゃいます、うん、でその中で当然もうこの日本の国どうしていくのかというさまざまな政策とか方向づけがやっぱなされていくわけですよね、うん、多分私のような、まあ、高卒でヤングケアラーで子育てして介護もしてきましたというような人は圧倒的なマイノリティなんですよね、うん、でも世の中には私のような人の方が多分多いんだろうなと思うんです、うん、ですからそのいろんな日本の方向づけ舵取りをしていく中に、そういう多様な価値観を持った人、まあ、要するに皆さんとは違 こう背景で生きてきた人たちの考えというのもですね、やっぱり取り入れてほしいなというふうに思っていて、まあ読んでいただいたのはそういう意味合いもあるのかなというふうに自分では考えているということですね、はい、矢田さんは秘書官も女性でいらっしゃいますけれども、はい、基本的にやっぱり男性中心ではありますよね。そうですね、官邸の中は本当に圧倒的にもう男性ばかりの世界、秘書とか一部ねいらっしゃいますけれども、すごく割合的に男性やその高学歴、サラリーなんですかねの方々が多いっていうことですね、うんうん、まあ、それももちろん大事なことなんですよ、日本の方向性を決めていく場ですから、うん、優秀な方々が集まるというのはすごく大事なことだと思いますけどね、うん、はい、うん、ちょっともう一点伺いたいのがこう、はい、選択的夫婦別姓についてなんですけれども、はいはい、矢田さん、まず矢田さんご自身も事実婚でいらっしゃってお子さんがいらっしゃるという形なんですかね、はい、選択的夫婦別姓ですよね、はい、いわゆるこう、はい、それでこう今までこうかなり先駆け的な感じなのかなと思うんですけれども、うん、ご不便だったりとかってありましたか？不便は感じたことはありません。あ、そうですか、はい、ちなみにご自身のことについてこう岸田総理とかとお話になったことってありますか？選択的夫婦別姓について話したことはありませんけれども、うん、ただ言えることは官邸の中でね、いろんなその課題がある中でやっぱりその課題の優先順位を引き上げていかなくちゃいけないと思ってるんです、うん、そういう私のような背景を持った人たちが感じる課題と、ね、うん、やっぱりちょっと違うんでしょうね。ですからおっしゃったような選択的夫婦別氏もそうだし、ヤングケアラーの問題も女性活躍の問題も、うん、まあ、全てにおいて、政策の優先順位を引き上げていくために私はいるんだろうなと思うので、うん、そういう声も上げていきたいなとは思っています、うん、はい、岸田総理も今年の2月の予算委員会の質疑の時に、うん、はい、私自身はこう選択的夫婦別姓についてこう、うん、反対ということは一度も申し上げたことはないというふうに、はい、
した上で、まあ、ただその価値観や心に関わる問題だから、まあ、議論が必要だというふうに、まあ、答弁されていて、あんまりこう積極的に動かれてる感じはないのかなというふうに見受けているんですけれども、まあ、あれですかね、こうなんか私がちょっと個人的に思うのはこう、うん、若者がこう結婚に積極的じゃないのが、まあ、少子化の一つの原因であると思いますし、その結婚内閣府の調査なんかでも若者がその結婚に躊躇する理由として、うん、あの名字だったり姓が変わるのが嫌だ面倒っていう人がこう 25%、まあ、4分の1いらっしゃるということで、やっぱここを解消するのが異次元の少子化対策だったりにつながるんじゃないのかなというふうに個人的に思うんですけれども、いかがですかね。いろんな問題がね、やっぱりその単発じゃなくて複層的に絡んでると思うんですね。少子化の問題しかり、女性活躍の問題しかり、でも最終的にね、日本が今やっぱりその経済的に衰退期に入っているというか、どんどんと国際競争力もなくしてね、 GDP だって今度またね、あの抜かれるというような、ドイツに抜かれるというようなね、報道もある中でね、あの女性がやっぱりしっかりと働くことは、まあ、GDP を押し上げていく、まあ、要因にもなるし、かつその中で選択的夫婦別氏という手段ですよね。自分の名前をずっと名乗り続けることによって、私なんかもそうですけど、自分の名前にアイデンティティを持っている女性たちはたくさんいるし、特にあの企業の中で働く技術者だとかですね、国際的なお仕事をしている人たちはやはりあの特許を取るときとか知的財産の件でもですね、あの自分の名前でずっと書いてきた、そういう特許や論文などが、あの国境は越えませんのでね、なくなってしまうというようなこと、検索の比較の Google にも引っかからないというようなことで、実際不利益を受けている方々の声もたくさん聞いてきています、また一人っ子も多いですよね今。したがって一人っ子同士でどうしてもどちらかの性を選択と言われて もうあの結婚それによってできないんですというような若者の声も聞きます。これ少子化も含めてね、やっぱり誘導していってると思いますし、そういうことを考えるとですね、やっぱり日本全体をもう一回盛り上げていくためにも、今までやっていないことも含めてありとあらゆる有効になるだろうなという施策には手を打っていくべきだと思っているんですね。だからそういう視点でまたご進言できればなというふうに思います、はい、ありがとうございます、ちょっとじゃあまとめていきたいと思うんですけれども、これまでこう熱心に先ほどおっしゃいましたこうヤングケアラーの問題だったり、こう、まあ、女性活躍などこれまでも取り組まれてきたと思うんですけれども、今回その雇用と賃上げの担当ということで、こういったあたりにはどういうふうに取り組まれていく、あのもう雇用を守っていく、そして賃金上げていくっていうのはもう本当何もかもこう労働 このベースになるところなんですよね。したがってこれがなければ女性の活躍も子ども子育ての支援も何もないわけですよね、だから雇用を安定させて若者たちが本当にしっかりと自分の力を発揮をして、ね、賃金が上がるという安心感の中で結婚したければできるし、子ども産みたいと思うのを産める、そういう社会にしていかなくちゃいけないと思ってるんです、まあ、子育て罰という、ね、言葉が今ある通り、産めばなんか自分の経済的なものがですねこう貧乏になってしまうというか、お金がばっかりかかってね、自分の生活すら安定しないという、そういう不安感を取り除いてあげないといけないと思います、したがって雇用の安定とやっぱり賃金上げるというその安心感、これが今の日本社会にとって大変重要な政策だと思うので、そこにしっかりと役割を果たしていきたいなというふうに思ってます。